ザ・サリバンズは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の18番艦。その名を持つ艦としては2世紀目。艦名は、サリバン兄弟にちなむ。ジョージ、フランシス、ジョーゼフ、マディソン及びアルバート・サリバンの5人兄弟は1942年11月の第三次ソロモン海戦で乗船していた、巡洋艦ジュノ脳が、 日本海軍の潜水艦26によって撃沈され、全員戦死した。これは、第二次世界大戦において、アメリカの一家に起きた最大の悲劇であった。ザサリバンズの建造契約は、メイン州バスのバス鉄工所に1992年4月8日に発注された。1994年7月27日に、寄港、1995年8月12日に、 ケリー・アン・サリバン・ローレンによって、命名、浸水し、1997年4月19日に、ジェラルド・ディー・ロン・コラート・艦長の指揮下収益した。ザ・サリバンズは1997年4月26日に、ニューヨークを出港し、バージニア州ノーフォークに4月27日到着した。その後、旧油艦プラットから、洋上補給を受け、4月29日に、 フロリダ州の名ポート海軍基地に向けて出航する。ザサリバンズは5月2日に新たな母港に到着した。5月中旬に2日間の砲撃試験を終えた後に、ザサリバンズは5月27日に西インド諸島への成長航海に向かう。その巡航では、プエルトリコ水域及びバージン諸島を訪れ、多数のソナー、砲撃及び水雷訓練を行った。艦は ルーズベルトローズ海軍基地を2度訪れ、バージン諸島のセントトーマス島に停泊した。6月29日に、ザサリバンズは VLS からスタンダード SM-2ER ミサイルの試験発射を行った。週末の7月4日にメイポートで停泊した後、バージニア岬での複合ミサイル発射演習のため他の、アーレーバーク級駆逐艦、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦、 駆逐艦及びフリゲートと合流した。ザサリバンズは7月12日にメイポートに寄港し維持作業を行った。8月中旬に3日間のダメージコントロール演習を行った後、成長航海の有効性確認を行う。9月3日にメイン州に向けて出港。9月5日にバス鉄工所に到着した。造船所では船体の再塗装、上部構造の改修。 エンジニアリングプラント及び戦闘システムの改良を行った。補修・改良作業が終了すると、ザサリバンズはメイポートに向けて出航11月23日に到着した。12月8日に原子力空母エンタープライズとジョージア州沖で合流1週間の訓練を行う。12月11日に航空警戒を行っている際、 T-45 ホーク訓練機が発艦直後に着水し、ザサリバンズは現場水域に急行した。エンタープライズの救援兵にはパイロットを安全に救助し、ザサリバンズからボートは事故の原因断定を行うための残骸を相当数回収した。ザサリバンズはさらにヘリコプター着艦訓練を12月12日の休養で寄港する前に完了した。 1998年1月にザ・サリバンズは長期自立環状訓練確立のために計画された一連の訓練を開始した。その訓練にはエンジニアリング、格闘、航海、戦闘シナリオ訓練が含まれた。これらの訓練は5月18日まで続けられ、その後ザ・サリバンズはニューヨークでフリートウィークの祝願行事に参加した。 一週間にわたる港訪問に続いて、ザ・サリバンズはユニファイド・スピリット98へ参加準備を行うため5月26日にノバスコシア州ハリファックスへ向かう。演習中にザ・サリバンズはナスソーを中心とする揚陸機動部隊に合流する。この他国籍平和維持軍による演習活動では揚陸艦隊の護衛任務に従事した。カナダ、イギリス、ドイツ、フランス。 ノルウェー、デンマーク、ベルギー及びポルトガルからの官邸がこの演習に参加した。演習終了後、ザサリバンズはマサチューセッツ州ボストンを訪れ、続いて乗組員の家族や親類を上官させメイポートに向かい、7月1日に到着した。夏にフロリダ海岸沖で海軍兵学校生の訓練を行った後、ロンコラート艦長が退任し、 イースコットヘブナー艦長が着任した。ザサリバンズは、ジョンカイ・ケネリ戦闘グループの第24、駆逐艦隊に配属される。1999年には、様々な訓練演習に参加し、初の地中海配備が行われる。2000年には、アラビア海で訓練を行い、3月後半まで、艦上演習が行われた。2000年2月9日に、ヘブナー艦長が退任し、 ダニエル・ポール・ケラー艦長が着任し、交代式典がペルシャ湾で行われた。アルカアイダは2000年攻撃計画の一部として2000年1月3日にザ・サリバンズに対する攻撃を試みた。計画では爆発物を満載したボートでザ・サリバンズの船体に近づき自爆する予定であったが、ボートに搭載した爆薬の量が多すぎたため沈没し、攻撃は取り消しを余儀なくされた。 その後アルカイダは同様の計画を再び試み、2000年10月12日にコールに対して攻撃を成功させた。ペルシャ湾で港訪問を行った後、ザサリバンズは6ヶ月間の配備を完了し、2000年4月に地中海経由で母港に寄港する。フロリダ州ケープカナベラルでのビーチフェスティバルに参加した後、ザサリバンズはメンテナンスオーバーホールを行った。 2002年2月にサリバンズはオペレーションエンデューリングフリーダムの支援としてアラビア海へジョンカイケネディ戦闘グループと展開した。2006年7月11日、アイルランドの航空海岸南西96マイルの海上で事故が発生し、負傷した乗組員が沿岸警備隊のヘリコプターにより航空地域病院に搬送された。ありがとうございます。